お前、いいことしようとしてるだろ。どうした、ヒストリア。怖いか。中の液を体内に押し込むだけでいいんだぞ。お父さん、どうしてレイスケは100年もの間巨人を駆逐して人類を解放してあげなかったの。すべての巨人を支配する力を持っておきながら。それはこの壁の世界を作った初代レイスの王が巨人に支配される世界を望んだからだ。初代王はそれこそが真の平和だと信じている。なぜかはわからない。世界の記憶を見た者にしか。私もかつて弟と共に人類を巨人から解放することを願い、何度も父に訴えた。しかしそれが叶うことはなかった。やがて父がその役目を託す時が来た。私は巨人の力を受け継いだ弟の目を見て、その意味を理解した。この世界を作り、この世の断りを司る全知全能にして唯一の存在へと弟はなったのだ。それを何と呼ぶかわかるか。神だ。我々はそれを神と呼ぶ。私の使命は神をこの世界に呼び戻し、祈りを捧げることにある。祈っているよ、ヒストリア。神は人類を導いてくれると。クリスタ、お前の生き方に口出しする権利は私にはない。だからこれはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。何が神だ。都合のいい逃げ道作って、都合よく人を扇動して、もうこれ以上私を殺してたまるか。いいぞおめえら、面白え。何やってる、ヒストリア。エレン、逃げるよ。おい、やめよう。俺がこのまま生きてたらみんなが困るんだ。早く俺を食ってくれ。もう辛いんだよ、生きてたって。うるさいバカ。泣き虫、黙れ。巨人を駆逐するって、誰がそんな面倒なことやるもんか。むしろ人類なんて嫌いだ。巨人に滅ぼされたらいいんだ。つまり私は人類の敵。わかる、最低最悪の超悪い子。エレンをここから逃がす。そんで全部ぶっ壊してやる。父さん、フリーだ。待ってて、僕が。